LED を備えた IBM8226 トークンリング修正装置 IBM8228 トークンリング修正装置とセットアップエードメディアアクセスユニットはマルチステーションアクセスユニットとも呼ばれるステーションをロンリングに接続するために内部的に配線されたトークンリングネットワークとしてスタートポロジ内の複数のネットワークステーションを接続する修正装置 トークンパッシングリングは1997年の時点で IBM ネットワーキング製品の主流であった。その後、スイッチドネットワークに置き換えられていった。IBM8228 セットアップエイドのバッテリーの液漏れ8226マウの回路基板のリレー IBM が実装したパッシブトークンリングマウの大部分は電力を必要とせずに動作している。代わりに、 パッシブマウは一連のリレーを使用し、データが通過するときに自動的に調整される。これがトークンリングが一般的にリレーを使用して切断されたポートまたは障害が発生したポートを集団する理由であった。電力が必要ない IBM8228 マルチステーションアクセスユニットはユニットが移動された後にリレーを再調整するために IBM 8228セットアップエイドツールを使用し、リレーを適切な状態にする。マウが電力なしで動作する利点は、コンセントのないエリアに配置できることであった。欠点は、内部リレーに過剰な力がかかるたびに調整する、必要があった。IBM 8 2 2 6マウは電源を必要とし、主に LED に使用します。リレーは、 ユニット内で引き続き使用されるため、プライミングは必要なかった。理論的には、このネットワーキングテクノロジーは、広い地理的領域をサポートしていた。ただし、すべてのステーションで帯域幅が共有されているため、実際には、より狭いエリアにまたがる、個別のネットワークがブリッジを使用して結合されていた。このブリッジネットワークテクノロジーは、 交代域幅のスイッチドネットワークにとって変わられた。マルチステーションアクセスユニットには動作していないステーションを短絡させるためのリレーが含まれている。複数のマウをリングイン、リングアウトコネクタを介してより大きなリングに接続できる。マウはボックス内のリングとも呼ばれ、トークンリングのリングを構成するために使用されていたループがこのデバイスに統合された。 トークンリングでは、リングでリンクが切断されると、ネットワーク全体がダウンする。ただし、マウを使用することで、壊れた回路は一水以内に閉じる。リング上のステーションは、ネットワーク全体を無効にすることなく、コードを外すことができる。ありがとうございます。